はい、こんばんは、ネスです。昨日からの引き続き、サダキチセブンの続き、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、じゃあ早速やっていきましょう。1コメさんいらっしゃい、こんばんは。今日も、納豆、打倒納豆を目指して、ゲーム音これでいいかな？ちょっとでかいかな？あ、これでいいか。パスワードを用意しておきました。はい、それでは定吉セブンシリーズ秀吉の黄金続きやっていきます。あれ、あー間違えた。こうか。昨日、敵の組織、悪の組織である納豆の一員、トシちゃんを倒した後ですね、よし。第4章。オープニングいいですよね。この熱血高校の高校生。六本木から新宿まで280円で、松本まで640円やから、3人で2万40円やな。そう。松本まで行くことになったんですよね。福島かな、松本って。財布の買った切符を持って新宿駅中央線のホームに入りました。あまり混んでいないようです。これといって変わったところはないようです。二人の男が立っています。どうも歌手のようです。女子大生のグループがいます。もしかしてこれ8時ちょうどのあずさ2号に乗り遅れたみたいです。3個目さんいらっしゃい。これ国尾くんでしたね。熱血高校です。キャピキャピしています。さすが女子大生。キャピキャピしてこその女子大生ですよ。話を聞かずに歌を歌っています。おじさんたちもテニス行くの？テニス？どついてみましょうか。カリウド泣きながら歌っています。何するのよ、女の子と遊んでる場合じゃないでしょう。笑いながら歌っています。ポポポポポ。8時ちょうどの笑いながら歌っています。あ、列車の下に敵が。放っておきましょう。そのうち引かれてしまいます。切符買わんでいいんかな。定吉の弁当なら途中で買えばいいがな。うち駅弁大好きなんや、キクちゃん。定吉のもう敵は列車に乗ってるみたいやね。うち駅弁大好きなの。駅員さんが近くにいます。切符を持ってるなら早く乗ってください。
乗りましょうか。佐々木ちゃん、ちょっと待ってえな。指令では味方の工作員が待機しとるはずや。なるほど。菊ちゃんと駅弁。そうですね。意味深ですよね。駅員に見に行くまでを見せました。あ、やっぱり佐々木ちどんか。熊で見せてもらわな信用でけんからな。早速やが、会社の情報や。古文書持っとる敵が、東号に乗るらしいんや。味方の連絡員の車掌がいるから。まず会いなはれ。お、そろそろ発車やで。時刻表やマッチはもう使わんやろ。もらっとくで。ほら気ぃつけてや。もういらない持ち物は回収してくれるんですね。さすが便利システム。仕事頑張ってな。え、ちょっと待って。なんか書いてありましたよね。前回、何やったっけな。時刻表を取られたから、どれ乗っていいかわからんようになった。まあいいか、適当に乗ってみるか。5たす9はなんとか2みたいなメモ書いてありましたよね。14時東号かな。14時の東号に乗りました。松本へ出発します。3号車の車内です。結構空いてます。怪しい人はいないようです。これといって変わったところはないようです。誰と話しましょうか。右を向く。見た通りですがなんか怒ってますね見た通りですが、どないしたんや佐々木ちゃん。あ、広告ありがとうございます。のりさん。いつもすいません。左を向く。誰もおらんな。3号車 C 席。やりました。38位にランクインさせてもらいましたね。お、ばあちゃん、ちょっと調べとくか。甲州名物ぶどう売りのおばあちゃんです。ぶどうが入ったカゴがあります。気持ちよさそうにスースーと眠っています。これも納豆の可能性があるからな。納豆の工作員取るか。こらこら、泥棒はいかん。さすがに怒られましたね。死んでるみたいなことはないんか。2回調べても一緒。3号車の車内。お、女の子。ちょ、見るか。まずは女の子の2人組です。とても楽しそうです。キャーキャー。嘘。キャピキャピしてんな。何を撮りましょうか。ポポポポポ。
さっき車掌さんに切符切ってって言ったらカッターは持っていないって変なことを言ってたのよ。あれでも車掌さんなの？あ、これ間違いないな。あの会所の味方ですね、多分。ポポポポポ。面白い人たちね。この列車に車掌さんは一人しか乗ってないはずよ。でも二人見たよ、見たのよね。そんなこと言ってナンパする気でしょう。やっぱり私が一番よね。車掌を探されへんか。めっちゃこっち向いてる。男が3人座っています。みんな2枚目です。手に持っているのは色紙のようです。アイドルかな。こんにちは、星垣隊のムッくんです。こんにちは、星垣隊のゆっくんです。星垣隊のほっくんです。渋垣隊でした。つまんねえな。彼らはお笑い業界で鍛えられています。えへへ、まだまだ中年隊には負けませんよ。どつくでいい。バク転はできないけどお笑いで頑張ってます。うわ、顔はぶたないで。僕体弱いんです。なんだよ、バキバキポコン。ホックンは強いです。ヤックンかな、これ。進む。あ、ワイが会所の連絡員で、おま、情報によると目的地は、敵の目的地は小淵沢らしいで。でもさっきのあの電車、これ合ってるんかな。どれ選んでもこれになるんですかね。ワイの見た感じでは前の方に座っとる夫婦が怪しいで。そや、古文書取られたらいかんさかい、預かっとこ。あ、絶対こいつ違うって。これ敵やろ。確かに預かったで。ワテはここで待ってるから。あ、ありがとうございます、のりさん。いつもすみません。また広告してもらいましたね。絶対こいつ怪しいやろ。そんなもの見せびらかしてどうするんですか。ほら、これ絶対仲間やったら反応すんのに。ニコニコ笑っています。とても人が良さそうです。こういうやつが一番怪しいんですよね。どついとくか。何すんねん、ワイは味方や。いや、お前は敵やろ、絶対。これで味方やったら、謝るしかないですね。何遊んでんねん。わかった、さかい、はい、後ろ調べな、あれ。後ろ？買う、買う？牛がどないしてん。連絡員が見つかってす、うちホッとしたわ。早敵探しましょう。これ敵やって。何か見つかるまでよく調べなあかんで。わてはここで待ってるから気ぃつけて。まあ行くしかないか。前の方の夫婦が怪しいとかって言ってたな。まだおるな。
こに乗客はおらず進むか。2号車の A 席です。あ、こういうのもちゃんと見といた方がいいかな。 何号車の何席。小さい子供を連れた夫婦が乗っています。どうやら今流行りのニューファミリーのようです。何やろニューファミリーって。何やねん。怪しい人ね。さあ見かけませんよ。私は何も知らないわよ。ねえおじさん、何か面白いことしてよ。ニューファミリーが気になってしょうがないですね。ポポ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 。いやー君、家族はいいものだよ。あら嬉しいわ。りょうさん、広告ありがとうございます。コマンド選択式アドベンチャー、チケットいただきました。ありがとうございます。まあこいつらは大丈夫そうやな。うわっ、これ絶対入ってるやん、もう。アベックが座っています。これ危ない危ない。バンなるバンなる。新婚さんのようです。え、何か用ですか。用がないなら邪魔しないでよ。なんなのあなたたち、変な格好して。嫉妬しても始まらんよ。やってますね、思いっきり。こら、人の妻に何をする気だ。バコ、蹴られてしまいました。完全にこれも入ってますよ。邪魔だからどっか行ってよ。ポポポポポ。照れるな。嬉しいからいいことをしましょう。実は俺の妻美人なんだ。へえ、うふふ、恥ずかしいわ。リア充でしたね。あれ ?1 号車車内。あ、ほくろない。これ絶対、こっちが本物やろ。なや、定吉丼か。熊で見せてもらわんとな。小淵沢の駅で味方の交際クイーンが待ってるはずや。あと先生と呼ばれる敵が乗っとるらしいで、東北弁を話す小説家だそうや。ほな気ぃつけてな。古文書渡した。あかん、早そいつ探しなはれ。わいは仕事あるさかい一緒できんけど、ここらにいるさかい。やっぱり思った通りでしたね。戻るしかねえ。車掌さんがいません。ここにいるって言ったのに、ここにいるって言っとったのに嫌な予感がするで。はよ車掌さん探しましょう。え、どっちの車掌さんなんやろ。あいつですね、間違いなく。これ変わらんか。見かけてないってことですかね。でも絶対今までおらんだところに人がおるはず。そんなことはないか。人数も増えてないな。星が来たい。でここにぶどう売りのばあちゃん。
か。ブドウ買っておくれ、子供が喜ぶよ。これさっきのファミリーの子供にあげたらなんかくれるんかな。どうもありがとうね。それじゃあ1000円もらうよ。ブドウを買いました。おや、眠ってしまいました。疲れているのかもしれません。そっとしておきましょう。よし、渡した1000円を回収はできん。これで戻るにしたらどうなんだろう。これ以上戻れませんか。怪しい人ね、さあ見かけませんよ。ねえおじさん、何か面白いことしてよ。ぶどう、ありがとう、もぐもぐ。ああ、おいしい。そういえば変なおじさんが1号車へ行ったよ。まあ、この1号車は全然まだ調べてないですよね。最初に調べといた方が良かったかな。どっかで車掌が化けてるはずやねんけどな。先生と呼ばれる工作員かな。この電車に乗っているとの情報があったんで。おらんな。あれ、あ、ちょ、死人に口なしか。車掌さんが殺されています。急にこんな暴れた様子はありません。一撃でやられたようです。手に切符を切るハサミを持っています。これさっきの本物の車掌ですね。あ、首の右側に万年筆が刺さっています。かなり使い込まれて手垢がこびりついています。切符はキャップはついていません。血がついています。小説家のよく使いそうな万年筆。間違いなくこのリストに載ってる先生。こいつか。残酷。笑かしてみるか。定吉の気は確かか。今までののんびりした状況から一変してたたられるで。万年筆を取りました。血がついています。小説家のよく使いそうな万年筆です。何かメモでもするんですか。
ひどい殺され方やな、うち気分悪うなってもうた。納豆にやられたんや。なんとかせな、今度はわてらが危なくなるで。その通りですよね。死人に口なし。どこに行きやがったあいつ。おや、小淵沢の駅に着いたようです。とにかく一度降りましょう。小淵沢の駅です。駅弁が評判の駅です。ここでさらに聞いてみる。連絡員なんておらんやない。どうせ会社のもんや、アルバイトでもしとるんやろ。駅の壁に伝言板があります。連絡員がいるはずですが見当たりません。いろいろと書いてあります。愛ちゃん頑張れ、石投げしましょう、ゴルフで褒められちゃった、さよならお別れです、あいごさ、縦読みじゃないか。こうなったら本部に電話するしかないやろ。話中のようです。あ、向こうから駅弁売りがやってきました。カツ弁、カツ弁当、八ヶ岳ランチ、元気回答いう名前の弁当を売っています。お弁当はいかがですか。あ、これは多分あの連絡員でしょう。というところで残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました、続き次枠でやっていきたいと思います。お時間ある方はまた見に来てくれると嬉しいです。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。あと広告していただいた方ありがとうございました。またあのチケット使わせてもらいます。お疲れ様でした。ありがとうございました。この BGM 嫌やな、なんか緊迫感ありますよね。はい、それでは続きやっていきます。そんなもの見せびらかして、あれちゃうんか。バカなことしてないで買ってよ。お客さん、冷やかしはやめてください。3つの弁当を買いました。毎度あり3つで3000円です。つくよみさんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。行ってしまいました。単純に弁当買っただけか。もう行ってしまいました。まだ発車するまで時間があります。弁当食ってみるか。どの駅弁を食べますか。これなんか意味あるんかな。どれ食べます。元気会、カツ弁当、八ヶ岳ランチ。カツ、ま
弁にしとくか。これおもろいですよ。サダキツセブン。二個目さんいらっしゃい。ありがとうございます。めちゃめちゃおもろいですよ。クリームシチューと餃子二人前。残念ながらないですね。八ヶ岳ランチにしとくかな。ぐちゃぐちゃにして食べた。残りの二つはワテラーノや。もぐもぐ。苦しい。え、大変や。財布犯が苦しんどる。まさかどこか。どないしよう。八ヶ岳ランチ毒入ってそう。こんな時のための毒消し。あっという間にしびれがなくなりました。なんとか助かりました。どうやらあいつは敵だったようです。もらっといてよかったな。まだ時間があるか。おや、伝言板の端に何か書いてあります。佐田吉丼へ。敵のコードネームは先生。小説家左利き。東北なまり。頼んだで。工作員 A。 あ、発車のベルです。列車に乗りましょう。あれ、この章めっちゃ短ない？まあ、一応、取っとくか。あ、間違えた。しまったな。まあ、いいか。もう一回聞くか。第5章。車掌が殺されただけで、あの死体がどうなってるんか。あれ、車掌が。どうやら敵が隠してしまったようです。敵を探しましょう。わあ、絶対怪しいやん。この小汚い親父。酔っ払っていて話になりません。おじさんが座っています。置いてあるのは読みかけの漫画です。酔っているので痛くないみたいです。バカモン、これは俺が読むんだ。聞いてくれません。どうも車掌さんを殺せるとは思えないわね。絡まれんうちに逃げといた方がええな。こっち見たか。絶対どっかに左利きのやつがおるはずなんですよね。それが先生や。やっぱりあの車掌に化け取ったんが先生なんですかね。怪しい人ね。私は何も知らないわよ。6個目さんいらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。うわ、また怪しい。でもこれ
あらお兄さん、なーに、え、私これからゴルフに行くところよ。あ、さっきの伝言板にもゴルフがどうとかって書いてあったな。あれちゃんと見といたらよかった。女の人が座ってます。あらお兄さん、嬉しいこと言ってくれるわね。え、怪しい人、そうね、隣の人にでも聞いてみたら。でもなんかあの敵が隠したみたいですね、車掌の死体を。電車には乗り込んだんですが、おじいさんが座っています。帽子を深くかぶって右手に時計をしています。左利きなので絶対こいつやな。怪しい人、そういえば変な着物を着てうろうろ歩き回ってる男がおるぞ。それはあんた方じゃよ。プンプンに寄ってくるな。納豆の匂いがプンプンするぜ。な、何をするこの若造め。こう見えてもわしは江戸っ子でい。ああ、でも東北もなまりじゃないな。フォッフォッフォッ。若いのになかなかいいこと言うね。それじゃあこの本をあげよう。文庫本をもらいました。このじいさん一体何者や。なんや、変なじいさんやな。東北なまり、そういえばキャーキャー騒ぎながらそんなことを言ってた女の子たちがいたな。先生ってあの写真に載ってるやつでは男なんですけど、このじいさんではないのか。でも客が一気に増えましたね、あの小淵沢で。スーツを着たサラリーマン風の男の人が乗っています。いかにもナンパな感じの男です。手にハンカチを巻いています。手にハンカチ、僕は何も知らないよ。何をするんだよ、暴力はいけないよ。何をするんですか。面白くないですよ。こんな男が納豆とは思えんな。どうもこの男は性に合わんな。まあ保留ですね、この男は。ヘバ、またヘバ。これ東北じゃないんかな、ヘバって。突きつけてみるか。これはお前のだろう。あ、何かメモでもするんですか。関係なかったな。じゃあ他行ってみるか。これはさっきから乗ってる女子大生ですよね。キャーキャー。え、東北なまり、さっき東北弁の話をしてたのよ。さよならはヘバまたって言うのよ。知ってた。そういえば隣の星垣隊の中にも東北の人がいるんじゃない。え、東北知らないよ。え、東北知らないよ。ねえお兄さん、僕たち退屈なんだ。何か本でも持ってない。文庫本ありがとう。でもこの本つまんなさそう。もっと面白い本ないの。くれたらこの色紙あげるよ。
あー、じゃあ漫画もらいに行かなあかんか。あの酔っ払いから。でも色紙なんかもらったところでどうすんのやろ。ちょっととりあえず一回全体見て回りましょうか。ばあちゃん、これで全部ですね。漫画取りに行きましょう。ここやったかな。あ、寝てる寝てる。起きません。酔っ払いです。漫画を見てるうちに眠たくなったのか、ぐーぐー寝てます。漫画を撮りました。酔っ払いは気がつきません。よしよし。何か本でも持ってない。ありがとう、お礼にこの色紙をあげるよ。ごく普通の色紙です。あ、わかったぞ。九個目さんいらっしゃい、ありがとうございます。これで書かせるんやろ。僕は何も知らないよ。何をするんですか。電車ということはあれがある。ブーメランにしてブーン。アホなことはやめてください。こんな男が納豆とは思えんな。あ、窓の外に敵が。ほっときなさい。対象年齢何歳ぐらいのゲーム。どうなんですかね。でもまあ PC エンジンって割とそん、あ、でも子供向けって感じじゃなかったような気はするんですけどね。どうなんでしょうか。のりさんいらっしゃい、ありがとうございます。これで書かせると思ったんやけどな。ああ、そうですね、漢字も読めない子供がいそう。へば、また東北やしなこいつ。小学生高学年以上が推奨。まあそれぐらいでしょうね、多分。僕初めてやった時小学校3年ぐらいやったかな。それで全然意味わからんなんですよね。やり方がわからんだというか。まあでも総当たりでいけばなんとかなるんちゃうかな。それでもやっぱり難しいか、総当たりでやっていったら時間かかりすぎますかね。東北なまり、そういえばキャーキャー騒ぎながらそんなこと言ってた。女の子にあげるか、あれを。いや、ちょっと待てよ。このお姉さん、小説家？
それなら確か後ろの席の男の人がそうよ。パーティーで見かけたことがあるわ。ああ、じゃあやっぱそうですね。あの白スーツの男。え、僕が小説家だってよくわかったね。色紙を持ってるんならサインしてあげるよ。お、色紙じゃない。サインをしてあげよう。動画をちょろっと見たら関西弁わからなくて苦労した人も、ああそっか。あのね、説明書の最後のページにも関西弁説明みたいなの書いてあるんですよね。笑かす、笑わせるとか、あかん、ダメだ、やめときなはれ、やめろよそういうことは、おもろないわ、つまんないよ、どないしてまん、どないしましてん、どうしたのとかね。どつくがわからんのかな。大阪弁面白辞典って書いてありますね。最後のページに。そっか、関西以外の人やと文章が分かりづらかったりするんですかね。お、色紙じゃない、サインしてあげよう。ライゼスさんいらっしゃい、こんばんは。どつく殴る、あ、そうですかね。これあの貞吉セブンっていう PC エンジンのアドベンチャーゲームですね。ねえ、何か書くものがないとサインできないよ。これはお前があの社長を刺した万年筆やろ。お、いいペン使ってるね。じゃあサインしてあげよう。男が左手でサインしました。あれ？ポケットから万年筆のキャップを出してしまってしまいました。まさか。何をするんだよ、暴力はいけないよ。この文字の漢字はそうですね、ヒューカードです。これあ、窓の外に敵が。これは違うのか。どうしたんだい、サインならしてあげたじゃないか。ハンカチを引っ張りました。何をする、あ、手に血が。怪我はしてないようです。とするとくっそ、さすがは貞吉セブン、よく見破ったな。ヒューカードっぽい文字と CD ロムロムっぽい文字。だが古文書は渡さないぜ。どうしても欲しかったら腕ずくで取るんだな。うわ、センセが逃げ出しました。追いかけましょう。うわ、臨場感あふれる。BGM が急激に戦闘っぽくなりましたね。屋根の上でセンセが立ってます。これ映画あるあるで、看板とか出てこんか。あ、看板は出てこんか。ニヤニヤ笑っています。スーツが風に吹かれてヒラヒラしています。ふっふっふ、貞吉セブン、ここで死んでもらうぜ。そうそう、トンネル後頭部パターンですよね。どつく、どんな攻撃をしますか。うわっ、色仕掛け、菊ちゃんの色仕掛けか。ナンパの男やし、これ案外簡単にかかりそうですよね。横に仲間の車が、パシャ、写真を撮られてしまいました。恥ずかしい。ブレイクダンス危なすぎますよね。自ら土に赴く。撮る、じゃ相談するか。はよ古文書取り返してや、はよ古文書取り返してや。同じことしか言わんのか。
なんか使えるもんないか。あ、色紙をブーメランでブーンとかやってたな。ブーメランにしてブーン。アホなことはやめなさい。ふふふ、貞吉セブン、ここで死んでもらうぜ。やっぱり攻撃するしかないな。ブレイクダンスしてみましょうか。運動する。目が回ってしまいました。やばいやばい。どんな動きをしますか。腕立て伏せ。あ、これ誰か言ってたな。腕立て伏せやってみるか。腕立て伏せで笑ったって誰かが前言ってましたね。1212、もっと頭を低く。いや、選択ミスでゲームオーバーもあるみたいですよ。1212、倒立反復横跳び、なんか危なそうやな。カラオケ攻撃、カーン。どこかで鐘が一つ鳴りました。あ、遠くにトンネルが。あ、そういうことか。遠くにトンネルがですね。でももうやっていいんかな。近くに来てからじゃなくていいんかな。1212、適当に行動してたらトンネルが見えてくるんかな。必殺技ラマデッチ非奥義。ゲームオーバーでパスワード打ち直し。暴殺七連撃砲無密弾。ドゴーン、バババババ、バシッドクバキスカ。空振りしてしまいました。恥ずかしい。後頭部パターンですね。頭を低く。1212、これ行動回数じゃなくて適当なあの順番でやっていかんとダメっぽいですね。1212、どすこい。ニヤニヤ笑ってます。突っ張り攻撃。卒業写真に載せないぞ。先生に怒られました。危ない、トンネルにぶつかる。ボコゴー。あ、真っ暗になりました。トンネルに入ったようです。顔がルパン。いや、こんなんじゃすまんやろ。頭吹っ飛んでますよ。こんな普通やったら。トンネルを抜けました。あ、先生が倒れてます。トンネルの入り口に頭をぶつけたようです。いますよね。単コブだけで済んでる。伸びてます。ポケットの中に取られた古文書があります。おや、もう一枚古文書が。どうやら残りの半分のようです。古文書が全部揃いました。腕立て以外はゲームオーバー。そろそろ松本に着きます。降りましょう。やったぜ。あー、今日なんかサクサクいくな。忘れずメモしたってや。垂直飛びしたら。でもなんか、アメリカっていうか海外のアニメとかでありそうですよね。ジャンプしたところにトンネルあって、バコーンってぶつかる。で、ペランペランペランって落ちてくるみたいな。ゲームオーバーしたらこの章の最初から。あー、でもまあ手順としては分かってるんで、リカバリーは早そうですけどね。今押したよな。まあいいか。しかもパスワード入れ直しっていうのが怖いですね。もしも、まあ当時は手書きのパスワードしかないですから、間違ってたら、そうそうそう、間違ってたらもうその前の章からやるしかないですもんね。あれ、なんでこ
これ米火が二重で出てんのやろな。まあいいか。第6章。そうですよね。しかもこう横に並べてパスワード入れれるからめっちゃ早いんですよね。昔やったら手元にメモ見て、ほんで画面見ながらつねくきとかって一回一回こう手元と画面と何回も 見返さなダメなんで、時間めっちゃかかりましたよね。ショーのクリア目前にゲームオーバー入れるのはひどい。松本駅に着きました。駅員さんがいます。客が降りています。松本市の玄関です。あ、長野県ですか松本って。そう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 、メーヌーの見分けがつかない。そうだから、メーって書いてるけど失敗してヌーに入れ替えたら実は通ってるとかありましたよね。人の良さそうな駅員さんです。いやー疲れた。松本へようこそ。ちょ熊で使ってみるか。あー違うな。あー疲れた。全く敵の目的がわからない。しゃあないかな。あ、でも古文書ちょっと見てみよう。道しるべ。道しるべ、なにわの里、涙宿。ますも道て、潔の老、三度千代も夢、時々参る。入り日まだより千代の、壁ぞおり道を見て、島と子答えよ、島と答えよ、恋こそおらぬとき、松の元に立たせよ、松。秀吉公の古文書です。諏訪湖塩尻湖が近くにある。はい、というところで残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方、ありがとうございました。そして、コメントしてくれた方、ありがとうございました。続き、次役でやっていきたいと思います。お時間ある方はまた見に来てくれると嬉しいです。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。コミュニティ参加ありがとうございます。よろしくお願いします。どういう意味なんですかね、これ。ライゼスさんいらっしゃい。ありがとうございます。まあ、これはまあ、後々重要になってくるのかな。あ、外に出る。できますね。少し、休ませてくんなはれ。どこを縦読み？そうですね。元から縦書きでしたね。横読みするところがあるんかな。松本へようこそ。こら暴れるんじゃない。ボカガツン。どつき返されてしまいました。そないなこと言われましても。三個目さんいらっしゃい。ありがとうございます。何するだ。これだからよそもんはおっかねえだ。じゃあまずはちょっと外に出ましょうか。どこ行くんや、下手に動けんで。あ、こいつコマンドや。ドドン。わははははは。キャー、助けて貞吉ドン。キクちゃんが捕まりました。俺はアーノルド富岡だ。この女は預かった。さらば。逃げてしまいました。早すぎるやろ。松本市内です。コマンドを追ってきて見失ってしまいました。
キクちゃん絶対やばいことやらされてるって。キクちゃん無事だとええんやがな。シュワちゃんとマイケル富岡混ぜたような名前。そうですよね。あ、間違えた。トシちゃんじゃないや。コマンドを調べたかった。でもあの、さやかって出てないのがちょっと、怪しいですよね。実は、キクちゃん説もありそうな。コードネームコマンド、戦いと武器担当、点点点が弱い、危険な男。何が弱いんやろ。さやか、データ不足、謎を押し、最も危険な女。どこ行くんや、下手に動けへんで。角の店はお土産屋です。地元の人が歩いてます。地元の大学生の、大学の学生のようです。牧場の若奥さんが食料の買い出しに来ています。お土産を売っています。僕は東京から勉強に来ています。牛乳は飲み放題だけど、毎日忙しくて。はい、松本旅行の思い出にお土産はいかがですか？本当はテストの点数が悪くて東京の大学には入れなかったんだよ。悪いのかよ。うん、これは一緒やな。どつく。何すんだよバキボコ。頭叩かれたら覚えたことを忘れちまうだろう。キクちゃんがさらわれとるにはアホなことしとる暇ないで。この辺りにはいないようです。はっ、おや、電話や。何ぞ情報あるんかいな。定吉セブンか。俺だ、アーノルド富岡だ。女を返してほしかったら古文書を渡せ。どうだ、フェアな取引だろう。場所は真田だ。ん、女は無事だ。佐田吉丼、早く助けて。ガチャン。電話を切られました。早く真田へ行きましょう。いやいや、うさ、早く行こう言うてんのにな。早く真田行かな。そやけどどないして行くんやろか。え、真田ですか。そこからバスが出てるよ。その辺に運転手がおったけど。いや、もうタクシーで行ったらええのにな。あそこにタクシー乗り場あんのに。あそこにいる人が運転手のようです。めっちゃいかついやん。バスの運転手。おら、今休憩中だ。そこをなんとか。田舎の人のようです。腰に手ぬぐいをぶら下げています。別の人にしたい。ミスターボールド師匠みたいな。ごっついおっさんですよね。キクちゃんがさらわれとるんや。どついてみるか。何すった、やめなはれ。おっと、やめて訓労の間違い。あれ、やめなはれ、もしかして。おや、その熊手は会社の。わては育松62番会社のもんです。敵は真田の博物館館長に古文書の暗号解読をさせるつもりやったらしいわ。真田に行くんやったらわてが案内しますわ。バスに乗んなはれ。やったぜ、真田に着きましたで。ほな、わてはこれで。育松62番は
行ってしまいました。コーヒー屋博物館食堂が並んでいます。お蕎麦とサラダ重油市で有名な町です。人が歩いてます。信州蕎麦ですか。タイムリーですね。真田丸、どこにでもありそうな普通の店です。すっかりさびれてます。あんたたちどこから来たの。まあコーヒーでも飲んで一休みしなさいよ。博物館？ああきっとここのことでしょう。看板取る。そんなもん取っても荷物になるだけやからやめなはれ。あの犬は一体何なんや。そりゃおめえこの、ま、真田は日本一の町よ。なんで気持ちが悪がら気持ち悪がられる。まあ入ってみるしかないか。博物館。キクちゃんは助けなあかんし、古文書へ呼んでもらわなあかんし、忙しいな。博物館は閉まっています。ここに支部ないんかな。マスターとウェイトレスがいます。ひょうきんなウェイトレスです。おじいさんで将棋の本を読んでいます。虫眼鏡で新聞を読んでいます。いらっしゃい。いらっしゃいませ。何にしましょうか。将棋やりましょう。ダメなの？そう、残念だな。館長さん、私は違いますよ。図書館の館長さんなら今日は釣りに行ってて帰ってこないよ。博物館の館長、この間新しい人に変わったからわからないね。取る。勝手に取ってはいけません。お客さん、変なこと言わないでよ。ポポポポポ。関西のお笑いの人か。でも面白くないな。そんなことこんなとこで言うなんてハレンチよ。ハレンチっていう言葉がいいですね。ありがとう。まあありがとう。私に惚れたんじゃない。いや照れるの。しかし何もおごらんよ。どこにも見当たりません。館長班はいないみたいやな。全国大衆食堂チェーンの食堂です。おばあちゃんが一人で働いているようです。どこにでもありそうな店です。家族連れ、近所の親子連れみたいです。若いカップルです。若夫婦とその子供です。はい、いらっしゃいませ。何にしますか。館長がいないと博物館には入れないよ。私たちよくあの博物館でデートしているの。デートしているの。デートではなくデートしてますね。あの博物館の館長さん変わり者なのよ。ネイティブな発音ですね。ポポ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 。つまらないな。お兄さんたち面白いね。そういえばさっき大きな男の人と可愛い女の子の二人連れ見たけど、あんたたちの知り合いか。間違いなくキクちゃんですね。
その二人はどこへ行ったか。なんだかわからないけど、ありがとう。キクちゃん、一体どこにおるんやろ。のんびりと飯食っとる場合やないやろ。この辺りにはいない。散々な言われよ。実はこのマスター、そんなもの見せびらかして。でもこの付近にはいるはずなんですけどね、コマンド。さっきの食堂をもう一回行ってみるか。嫌だよ、部屋かしは。さっき見た。まだ遠くには行ってないはず。博物館の館長は偉い学者さんらしいよ。え、会いたいって。その辺におったけどね。そうですね。何がこうきっかけで新しいヒントが出てくるかわからないんで。この辺りにはいない。その辺におった。まあコーヒーでも飲んで一休みしなさい。え、大男と可愛い女の子さあ見かけてないな。え、館長さん。ああ、さっき見かけたよ。近くにいるんじゃないかな。でもこの辺りにはいないと。コーヒー屋行ってみるか。あ、これ絶対館長やろ。館長が押してますもんね。こんにちは。メガネをかけています。学者みたいなおじさんです。このおじさんがひょっとして館長かも。館長を買いそうになった。館長班いないみたいやな。時間の犯人顔。古文書見せてみるか。おや、それは古文書では。これは秀吉公の筆跡。あ、私は博物館の館長です。
この古文書は黄金の在りかが暗号で書かれているとか、話は大阪の教授から手紙をもらって聞いています。ここでは何ですから、博物館へ。いや、この館長も狙われるんちゃう。大丈夫かな。いろいろなものが展示されています。戦国時代から江戸時代初めにかけての歴史的資料が置いてあります。鎧、着物、槍、刀、手裏剣、棍棒、掛け軸、鉄の斧の石嘆き、大砲、鉄砲、忍者玉があります。ちょっと背景と同化して館長の頭からなんか生えてるように見えますけど、実はその古文書と大きさ、年代、筆跡が同じ古地図と6個の六文銭が見つかりまして、多分その古文書の謎を解く鍵だと思ったんで大阪の教授さんに送ってしまいました。ええ、真田六文銭ですね。何をやっとんじゃ。こらこら、館長さん、どついてどないするん。いや、わ、刀取っとこう。日本人の財産です。うん、至極真っ当なことを言われましたね。棍棒やったらもらって大丈夫やろ。日本人の財産です。ああ、この辺も全部調べれるのか。すげえなこれ。コンボならもらってもいいっていう思考はドラクエの意外と強烈ですからね。コンボなんや、ずいぶん古い博物館やな。展示されてるもんも壊れかけたものもあるしな。館長はん笑かしてどないするんや。この館長は会所の人間じゃないんか。でもまあ教授とはつながってるみたいですよね。教授に電話してみるか。電話できるんかわかんないですけど、話中。頑丈ですが重そうです。江戸時代のものです。江戸短めの狩猟用の槍です。まあ、出せる感じが限られてたんでしょうね。この時は十字手裏剣です。古いのでひびが入っています。打つとバラバラになりそうです。鍵のかかったケースに入っています。殴られると痛そうです。なんだかよくわかりません。火縄銃です。あでやかな女物の着物です。城攻めに使うものです。鍵のかかったケースに入っています。少し錆びています。掛け軸、だるまの絵が描いてあります。大きさ、年代、筆跡が同じ古地図と6個の6面数。2枚あるってことか。あ、古地図と六文銭ってことか。それを合わせて解読せなあかんってことですね、おそらく。戻るわけにもいかんしな。教授がこっちに来てるとかないか。
あ、間違えた。博物館行きたかった。まあいいや、ちょっと話しとる。一緒ですね。館長にまだなんかやることがあるのかな。あのうろちょろしてる犬がなんか気になりますよね。あ、おや、館長がいません。これ取り放題ちゃいます。あかんか。財産持って行くしかないですよね。っていうか、また館長やられてるんちゃう。あ、隅の方で館長が伸びてます。やっぱり。無理か。佐田吉丼、誰かいるみたいやで。はい、お、うん、あー、おった。あ、コマンドです。うへへへ、死んでもらうぜ佐田吉セブン。コマンドはピストルをこちらに向けました。あかん、もうダメや佐田吉丼。死ね、カチャ。ゲゲ、弾がない。こうなったら肉弾戦だ。これ誰のどのセリフか分かりづらいですよね。コマンドはサバイバルナイフを抜いて身構えました。この辺を利用しそうですよね。単純にこっちの電話包丁で対応しても良さそうですけど。忍者玉取られんか。逃げ道、逃げた方がいいってことなんかな。キクちゃん、この辺りにはいないようです。話して分かる相手とちゃうで。戦うしかない。コマンドがかかってきました。キーン、ガキ、チュイーン。サバイバルナイフと包丁が火花を散らします。バキーン、ボキャ。なんとナイフも包丁も折れてしまいました。そんなこと、どつき合いに持っていくしか。素手ではかなわんで。使えるもんないか。ケースに鍵がかかっているので取れません。そんなおますかいな。はよ武器使わな。やっぱり使うしかないか。何が使えるやろ。槍、ケースぶっ壊そうなんですけどね。どつくとかやったら武器使わな。買う、しゃあない。展示品や、展示品を取りなはれ。武器になるで。忍者玉を取りました。コマンドは手裏剣を取りました。ボフ。忍者玉が爆発して辺りが煙だらけになってしまいました。今の間に
そんなおますかいな。やりやな、これ。コマンドは刀を取りました。カキーン、キンキン、ビキ。なんと刀も槍も折れてしまいました。でもまだあるねんな。大砲は壊れそうやし、鉄の斧でいくか。互角武器多すぎる。コマンドは棍棒を取りました。ブン、スパ、ドキャ。棍棒が真っ二つになってしまいました。鉄の斧は柱に食い込んで取れません。貴重な貴重な文化財を。でも危なかったな。石投げ、石投げってでもこれケースの中に入ってるやつでしたよね。ケースをぶっ壊されへんかな、斧かなんかで。鉄砲。コマンドは鎧を取りました。鉄砲は弾がないので使えません。鎧を着ると重すぎて動けません。あと使ってないのは手裏剣か。敵は使ってましたけど、着物とか使えへん。そうやしな、使い物になりません。あれ？あとは着物。着物を取りました。コマンドは掛け軸を取りました。二人で着物と掛け軸を持って睨み合っています。これでは戦えません。あ、ちょっと中途半端になったな。というわけで残り1分になりましたんで、戦闘中ですけども、次役取りたいと思います。お時間ある方はまた見に来てくれると嬉しいです。それでは、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。まあ次役途中で切るかもしれないですけど、とりあえずこいつとの決着をつけたいと思います。お疲れ様でした。すべての文化財が使い物にならんように。ライゼスさんいらっしゃい、ありがとうございます。はい、それでは続きやっていきます。よし、あと使ってないのって言ったらもう全部使いましたよね。使い物にならない。大砲、柱に食い込んだ鉄の斧を引っ張りましたがなかなか抜けません。素手ではかなわんで。節子さんいらっしゃい、こんばんは。干潮で棍棒を使ったと聞いて、なんかの拍子に斧使えへんかな。どついて斧を取るとか、なかなか抜けません。わらかす。アホ。ここで戻ったらどうなんだよ。
わからんようになってきたな。どつく斧とかだ。あ、そうか、割れたコンボを使い物になりますよね。買う。館長が伸びてる。あ、キクちゃんです。コマンドの隙をついて逃げてきました。サラキチ団早やっつけて。よかった。ここで斧やな、多分。柱に食い込んだ鉄の斧を力いっぱい引きました。ブン、抜けた勢いで斧はケースの鍵を壊して壁に食い込んでしまいました。そして、うわ、どっちします？鉄砲か石投げ機。石投げ機やな。投石機ですよね。投石機と大砲。投石機やな。コマンドは大砲を取りました。なんと石投げ機には石がありません。うへへ、定吉セブン、勝負あったな。コマンドは大砲に弾を込め火をつけました。やられる、逃げるんや。ボカーンドコーン。なんと大砲が爆発してしまいました。コマンドは吹き飛びました。やった、勝ったがな定吉ドン。チャリーン。おや、何か光るものが落ちました。看板。あれ、光るもの。昔のお金です。真田の六文銭でしょう。6枚あって、それぞれに違う文字が書いてあります。無傷で済みましたね。のりさん、いらっしゃい、ありがとうございます。ここで大砲を定吉が取るとゲームオーバー。へえ、暴発しそうな感じしてたんですよね、実は。なんか今にも壊れそうとかって最初に書いてあったんで。六文銭見られへんのか。あ、取るか。初見でここまでゲームオーバー回避。でもこの辺はほんまに全然未知の未体験ゾーンなんで、割と適当にやってますけど、案外うまくいってますね。だいぶ助けてもらってますけどね。あの、腕立て伏せなんて多分気づいてないですからね、普通にやってたら。6問戦取った。で、全部で6枚あります。キラヨマツヒ、キラキラセマツヒ、キラセマツヒ。これと古文書を合わせるってことか。さて、これからどないしまひょ。館長爆発したんちゃうの。大丈夫なんかな。今の爆発に驚いてか店が閉まっています。
定吉の落ち着かんの分かるけどな、物に当たるのは良くないで。キクちゃんが無事で何よりですね。使ってみるか。銭形平次じゃないんだから。使うってどうするんですか。ごく普通の色紙。話中。どないしまひょ。中はめちゃめちゃでもう入れません。キクちゃんにさらわれてた間のことを根掘り葉掘り聞きたいですね。一体何をされてたのか。班長絶対爆発に巻き込まれたな。これいやいや、敵の下っ端が大勢こちらにやってきます。集団攻撃です。千人はおるで、逃げるが勝ちや。逃げろ逃げろ、こんなやばいところに。でも道が、え、この数値は持ってる。魂音が。大型のトラックが止まってます。トラックの荷台に隠れまひょ。さあ早く。わわ、トラックが動き出しました。佐田吉ゾン頑張ってや。わあ、このトラック実は敵のトラックっぽいな。なんかピロリン。よし、もう一回暗号指令。いいえ。第7章。なんや、大阪やないか。戻ってきたんかいな。というところで、第7章入りました。説明書には全8章構成と書いてあるんで、あと2章ですね。7章、8章。まあ、今日はこれで一旦終わりたいと思います。納豆の残りは、4人かな。だから一気に出てきそうですよね。あ、違うか。トシちゃんやって、で先生でコマンドをやりましたよね。あと2人かな。いや、6人、あと3人ぐらいですかね。もう少しで終わりですね。というわけで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。まあ一旦これで終わりたいと思います。次回またいつやるかわかんないですけども、この続きからやっていきたいと思います。それではお疲れ様でした。じゃあ次枠どうしようかな。
まあできたらなんかやりたいと思います。寝る方はおやすみなさい。それではまた。